ネグレクトかなネグレクトだった親と兄からは虐待、えー、性的虐待をされてきましたと。今になって年を取ったら面倒を見てくれと言われています。自分勝手な母親と父親の面倒を見ることは私にはできません、えー。小さな頃助けてくれず、あなたが殴られてと言われ、毎日虐待されてきました。今更面倒なんて見たくないです。そうだよね。見たくないよね。<laughs> だから。 えーまあ、そのどういう事情か分かんないんで、まあ、主治医の先生とかと相談してもらえばいいと思いますけど僕もそう思いますねだから面倒を見る必理由はないと思いますねただなんかやっぱ虐待されていた子どもたちの心理としてなんか面倒を見なきゃいけないんじゃないかとかこの人は、ね、私がいないと困るんじゃないかというふうに思いやすいんですよね。なのでまあこれは あの一般的な虐待された人たちの心理だったりするのでまあそれとこれは置いといて自分は今こうなってるなだけど本当に自分がしたいことはこうなんじゃないかとか言って自分の気持ちに正直にやっていいと思いますよ気持ちに正直というかもう嫌だったら嫌でいい普通にいいと思いますけどねはい、えーまあ、そこら辺を、まあ、主治医の先生とよく相談してください、うん